旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のお題です。今日は圧巻の絶景、熊本の美しい景色10選をご紹介します。巨大なカルデラで知られる阿蘇山や特徴的な間合いを利用したラーメンで知られる熊本県、火の国としても知られており、夏は照りつける太陽が大地を焦がします。そんな自然を直に感じ取ることのできる熊本県の絶景を集めました。一つ目にご紹介するのはラピュタの道。切り立った峰を走るラピュタの道、正式名称は阿蘇市道狩尾幹線といい、狩尾峠と呼ばれ親しまれてきました。残念ながら今は震災の影響のため復旧の見込みは立っていません。復興が一日も早くなることを願い、一番目に紹介させていただきました。二つ目にご紹介するのは池山水源。全国名水百選に選ばれている池山水源は熊本県の北東部に位置します。湧き出る水の温度は一年を通し 13.5 度で安定しています。一口飲めば清らかな水の心地よさが広がり、また一口と後引くお水です。3つ目にご紹介するのは金峰山。同じ漢字を用いた地名が秩父にもありますが、こちらの金峰山は金峰山と呼びます。阿蘇山と同じくカルデラ式火山で、頂上には五条岩と呼ばれる金峰山のシンボルがあります。4つ目にご紹介するのは大観峰。遠見ヶ花と呼ばれてきた大観峰、かつての名を今の名、その漢字に全く納得できるほどのパノラマが広がっています。阿蘇国立公園に属し、11月になると一面に広がる雲海を眺めることのできるスポットです。5つ目にご紹介するのは江津湖。上江津湖と下江津湖の2つに分かれ、愛らしい瓢箪の形をしている江津湖、周囲を街並みに囲まれた大都市の中に広がる周囲 6km の巨大な池は水前寺のシンボル的な存在です。6つ目にご紹介するのは瀬本高原。九十連山および阿蘇五岳に挟まれ、緩やかな急流と広がる草原を有する瀬本高原。高原を走る山並みハイウェイは一度は走っておきたいドライブコースとして人気を博しています。7つ目にご紹介するのは菊池渓谷。震災による影響で立ち入ることのできなかった菊池渓谷ですが、2017年6月1日から菊池阿蘇スカイラインが時間限定で開通し、近くまで向かうことができるようになりました。自然林の広がる渓谷で秋になると一面が色づきます。8つ目にご紹介するのは鍋ヶ滝。滝の落差10メートル、しかし驚くのはその幅20メートルと、その裏側から景観を眺めることができるということ。細く滑らかな木糸がたなびくかのような優美で緩やかな景観は感動を与えてくれます。9つ目にご紹介するのは俵山峠。阿蘇南外輪山の主峰として名高い俵山、山沿いに緩やかに上り下りする俵山峠にはなだらかな山肌と眼下の街並みの織りなす絶景が広がっています。最後にご紹介するのは草千里。小高い峰に囲まれた透明感のある池と空、どこかで見たことがある景色だと思えば、映画君の名はに出てきた御神体のある場所に似ているような、と言っても大きな岩はありませんが、広がる草原が爽やかを与えてくれるスポットです。大人気ご当地キャラクターくまモンなど、個性的で記憶に残る宣伝が得意な熊本県。阿蘇地方は雄大な自然も多く残っており、その影響か都市部にも自然を見かけることができます。美しい自然、雄大な自然が力をくれる熊本に足を伸ばしてみるのはいかがですか？旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。